ールナイキがアディダスと激しい競争を経て巨額契約したことも働いて、早速2019年のスポーツプロメディア最もマーケタブルなアスリート第1位に選出されており、経済誌フォーブス世界で最も稼ぐ女子スポーツ選手ランキングではウィリアムズに次ぐ第2位をマークしている。スポンサーシップ契約も華やかだ。 P&G や資生堂、セイコーといった大企業の他に国際展開を狙う新興ブランドともディールを結んでいる。前出の静かで謙虚なイメージも広範囲な人気とマーケティングの鍵になっている。特に北米においてスターアスリートは話し上手で派手な人柄が多い。その中であまり話すことに長けてないと自己申告する大阪はまさしく得意であり、本人ですら私のような人が頂点に立つのは見たことがないと認めるほどである。スポーツプロメディアに取材されたマーケターは、大阪の内気さがブランドに落ち着いた印象を与えるメリットを指摘している。消費者に親近感を与えるイメージも重要だ。ソーシャルメディアが影響力を高める昨今、若年層は完璧なスターではなく、彼女のような共感できる存在を求める傾向にある。日本人の知らない側面さん、企業、投資分野に興味津々、日本であまり知られていない大阪のイメージとして、意欲的なビジネスパーソンであることが挙げられるかもしれない。アメリカのスポーツ界では、ベテランになってから企業、投資分野に本格参入する選手が多いのだが、22歳の大阪は経済誌フォーブスにてキャリアの早くから事業を行う決意を表明している。インタビュー中、お抱えのチームに自身の興味や性格と合致するブランドを探すことを依頼したと明かした大阪は、スポーツ飲料を手掛けるボディーアーマー、フィットネス器具を手掛けるハイパーアイス、電子機器を手掛けるミュージックのベンチャー企業3社とパートナーシップを結んだだけではなく、3社の株式も受け取っているという。テニスコートの内外で世界的な影響を与えたいと言って、ミュージック社のスマートヘッドホン制作にも携わってしまったというのだから驚きだ。男性選手よりも報酬が低い傾向にある女性アスリートだが、昨今はソーシャルメディアを駆使して様々な高報酬ビジネスが行える環境が出来上がりつつある。ビジネス面でも大坂なおみは新時代の象徴と言えるだろう。アスリートの商業的キャリアは結局のところ本業での勝利に支えられる。大阪が出場する次なるグランドスラム、そして2020年東京オリンピックは世界中から注目を浴びる大舞台になるだろう。もちろん本人は外部の風評など関係なしに未来を見据えているはずだ。私にできるのは前に進んでベストを尽くし続けることだけと語る大阪に、テニス界の女王クリス・エバートが最大級の賛辞を送っている。ナオミは後ろを振り向かない。それこそチャンピオンの証ね。以上です。ありがとうございました。一寸 EVOA でした。